時は江戸。生真面目なエリート藩士広之進は上司の逆鱗に触れ左遷されてしまう。寝落ち王より猫の飲み取りになって無様に暮らせ。猫の飲み取りとは何だ。今日から飲み取りを始められる小林広之進様だ。飲み取りとはお客様の飼い猫の飲みを取って日銭を稼ぐお仕事。しかしその実態は女性に愛をお届けする裏稼業。よせ、これも殿の命令だ。長屋に暮らす者たち、そして初めての客は亡き妻に瓜二つの女。死ね。満たされた二人のはずが。下手くそだ。下手くそ。意気消沈した男の前に現れたのは江戸の伊達男。拙者に女の喜ばせ方を教えておくれるか。しかし時代は飲み取り禁制の世の中へ。殿にこの無様な姿をお見せし、飲み取りのままご沙汰を受けたい。これは江戸に生きる男と女の傑作人間喜劇、飲み取り侍。猫の飲み取りましょい。猫の飲み